おえ何初日はいつだったのよあ初日あそう初,初日はねこの前だったの先週の木曜日何か,なんかあえ何それで今日も仕事行ってきたの今日日曜日だよえ行ってないよ<ー>土日とーーあともうだって全部ホリデー全部休みだからああそうですう久々に私の元にホリデー帰ってきたわあなかった今まで、うん、あ本<当>クリスマスと、まあ、サンクスギビングぐらいあそうですかえー 明日ちなみに何のお休みなとかわかります何なんでしたっけね <laughs> ステートホリデーみたいなのじゃなかったっけあれあ,あハワイ,イだけのやついや、違うかもわかんねえないや、どうなんだろう <laughs> いや、私はさ、あの、感謝してるんですよ何あのね、日曜日の夜って結構なんかちょっと緊張する なんか,明日あるからあの月曜日の朝って大変なん、ね、あ<ー>うね、ん、自分も自分が会社とか学校行くわけじゃない人、ね、間そう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 ,そう自分まず叩き起こしてほら誰よりも早く起きてさわいろいろ始めなきゃいけないじゃん弁当を作ったり週末明けのいやいやいや,いやで子どもの,のモチベーション低いから <laughs> 月曜の朝めっちゃ低いで <laughs> だろうよなで気持ちわかるんだけどさ やるっきゃねえじゃん。しかもさこのさうちの旦那ともいつも言ってるんだけどさアメリカの学校のシステムっていうのはさこのなんていうのかなで、あオッケー、OK、ほら日本だとさかほちゃんそうだった自分で歩いて学校行ってた行ってた登校班みたいなのあったああでしょでしょ,でしょ、うん、私もそうだったの本当にえっと小学校中学校高校とさまあ小学校の時は歩いてたけど、うん、中学高校とはもう自転車よ でも自分でさそのさ起きてその時間内に自分で,で家を出て家に出るまでのスケジュールもさこ,のこれまでに飯食って着替えんとやばいみたいなのあんじゃん間に合わせない,といなそうそうそう,そう<ー>で絶対弁当忘れんなみたいなさ<ー>で出たら出たでこれの時間内に学校に着かんと私やばいっていうのがあるじゃんでもさアメリカの学校の子っていうのはそういうのがないからう,ーん,うーんと何 <laughs>、まあ、その。 バスで迎えに来てくれるんだったらまたちょっと話は別なんだけどこれバスの時間までに行かなきゃみたいなさ、うん、うちの場合は車で乗せて連れてってるから、うん、まあなんか母ちゃんが飛ばしててやってくれるんだろうたそうそそ自分のようで自分のもうあれじゃないみたいな感じだから子供はさ。 そう,だね、そう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 ,そうなんかでも小学生のとかまあ中,中学もそうやっけどさ遅れたらやばいっていうなんかこう危機感みたいなのってずっとあったよね小日本のあったじゃん、うん、遅刻しちゃダメみたいなさあの恥ずかしいみたいのはあったかも クラス入るのに<ー>遅れてくと、うん、うわみんなにめっちゃ見られ,て見られるみたいな怒られるの面倒いから間に合わせていこうみたいなのあるじゃんね多分人それぞれでさなんかいろんなそういう気持ちあったじゃんポジティブな気持ちではないよね。ないねでもなんんかかかうちの子どもとはさ、なんか別に 別にいいみたいな、誰も気にしないでしょみたいな感じなわけ。アメリカだよね。そう、だから、こっちばっかがさ、その。早くして、早くして、うん、急ぎなさい、着替えなさい、早く食べた、食べてないの、食べなさい。歯磨きなさいみたいなんじゃん。でも、その、動かしているこっちは必死なんだけど、当の本人はもう。ああ。宮さん、わかる。<laughs> みんなついてきてない。怠け者状態なわけ。<laughs> 月曜かみんな日。<laughs> <laughs> <laughs> で,でもさ小学生なんだっけな <laughs> アんでリサーチがなんか小学生とか中学生ぐらいって朝やっぱつらいらしいね大人に比べて、うん、あ本当大きいんだからめっちゃ成長期だから多分あ,あなるほどねそうだからやっぱその分寝てないといけないっていう体の認識みたいなのがあるみたいで,いいでもうめっちゃ眠いらしいでも思い出してもめっちゃ眠くなかった朝。 朝は眠かかったかなでも私結構それでもさ結構パキパキした小学生だったから前日に着る服を畳んで真横に置いとくの <laughs> よ。わかる <laughs> <laughs> 私しかもさアホだからさ昔っから小学校の時とかこれをどうにか短縮させたいからね、うん、時間を朝朝を削る時間を、うん、でもきっぱり起きてんよ起きてんだけどもっと短縮したいと思ってさ、うん、寝る前にその次の日に着る服着るね。<laughs> <laughs> それ実践してたやつなのアホちゃんアホだよね着てさくしゃくしゃになった <laughs> 服そのまま着て行ったこととかあるででもエロいね自分で考えてやるんだろいろ,いろ考えだよ、うん、でもやっぱりまあ最短なのはあれだね、まあ、その自分の真横に置いとく <laughs> でもさあのランドセル全部入れとくよあ<ー>翌日にしよ今のさ、はい、小学生ってさ着てる服おしゃれくない 私服？うん、うんうん、そうだね。私、あんまあ、でもほら何小学校行ってるとこほら私立だったりするってユニフォームあったりするけどさ、うんうん、いやー小学生みんなおしゃれ。私なんてもう小学生の時何シャカパンシャカパンしてるシャカパン。わかんない何それ。かあの冬の時にこうシャカシャカするさ。 あのウィンドブレーカーの記事。え、何それって言うか、運動してる人が。入ってるか履くやつみたい。なんかね、流行ったんだよね、小学生の時。マジで。シャカパン。マジで。シャカパンともうなんかギャップのトレーナーとかさ。ああ、ギャップね、はいはい、ナイキ。もうナイキの大きいロゴが入ってるのとか、男の子が来てたの。見てたとかずっとジーパンとトレーナーとかで生きてたのにさ。今の子はおしゃれよねって思ったよ。本当。え、でもなんかハワイの子だとさ、あれじゃない。なんかもう、普通にヨガのレギンスに。 あのああクロックス履いて、ね、みたいな感じじゃない。確かにね。あ、そうか。確かにハワイはそうだ。そんな感じしてる。レギンスとあともう T シャツとかでしょ。うん、でも髪とかさなんかすっげーバレエアージュ入ってますけどどこでやったんですかみたいなね。こういるよね。<laughs> い<る>多分ハイスクールなんだろうけど。いる,いる髪。髪めっちゃイケてんじゃんみたいなポ爪めっちゃお前綺麗にしてんみたいな。爪とかや <laughs> どっから金が出てんのああいうの。 私はさ娘にさお願いされたら爪ぐらいはやってあげるの爪マニキュア塗ってって言ったら週末にそのベッベッベッて塗ってあってでもさ塗ってもすぐはがの遊んでさ削ったりするのねだから別につけても翌日とか翌々日になるとほとんど取れてんだけどそこぐらいまでやるまあ髪染めるお母さんとかもいるけどねうん。 アメリカですとか、ね。アメリカですよねー。いやー、私なんてもう高校生までずーっと、いや、もう高校生、大学もそうですけど、ずーっと芋ですからね。<laughs> ねで、やめようね。芋集団の。<laughs> 芋、芋みたいなやつらが。芋の内輪で楽しんでるだけの生活、ずーっと送ってきたから。ええ、じゃねえんだよ。<laughs> ちょっとエピソード一個話してや。芋、芋エピソード。そう,そ,うそ,うそう、そう、そう、そう。 多分聞いてる人は多分びっくりすると思うんだよ、ね、いやんっていうことで芋がさ小中ぐらいまでやったんだけど大学でもずっと芋をやってたからさ私はあの何かのからし色のシャツをほん本当にセンスのない子だったからさ <laughs> あのからし色のワイシャツみたいなワイ <laughs> シャツってブラウス <laughs> でからし色がちょっと自分の中で着った時。<laughs> 形がつかマスタードってマスイ、そうそ,うそううよね、渋い黄色みたいなやつが着た時があって、うん、あれを一時期ずっとね、あのブラウス着てましたね、恥ずかしい。カラシ色ずっとおしゃれだと思って着てたわ。でも流行った時期あったね。いやーそ色う色、ね、2000、w 年とかさ、2 0あったんじゃない？あったよあったよ。たよいやーマジで、ずっと今だからさ。<laughs> <laughs> 俺は芋生まれ芋育ちって感じで干してずーっと芋ほんでカレーが入って汗かきながらカレー食わされてそれもまた芋,芋同士で笑ってもう芋同士の中でもネタにする <laughs> 世界が狭いのは <laughs> これからねそれ,そ,れそれらの,あのエピソードどんどんガンガン思い出してまた話してくれると思う芋エピソード芋エピソードそうですよ今日何してますか、えー、今日日曜日だったら私あなたのあれを インスタグラムのインスタグラムのストーリー見てたで、あんたなんかいろいろ食いたべ。そう今日でなんかあのー、ワイキキの方行ってさ、ちょっと用があったからさ。朝ですか。朝から朝昼ぐらい。昼ぐらいから。ちょっと遅く。ここへ。で、あうそうそうココヘッドカフェ行ってさ、あのギリギリでもう二十分閉店二十分前ぐらいにスライコ。はえんな閉るの閉るなそこ2時までよ2時あんたこの後何すんの逆にみたいな。マジな。本当 本当ににももうそれ、ヘリックよね。ハワイのいつも行くにしま,ったまあ週末だっていうのもあるけどでも平日でも強気で2時に閉めるカフェいっぱいあるよな, <laughs> そうなんギリ3時半までやってくんねって思わないうん、うん、ランチすぎみたいなねそれはいなんかゴールデンタイムじゃないっすかって感じだよね今来るよみんなみたいなランチ終わった人コーヒー飲み来るんじゃないっすかみたいな、ね、もう全然いやもう

まあココヘッドだからねあんた世界中の人がハワイ来たらココヘッドのカフェ行くってやびっくりしたわ2人であんたた何食べたの私は、はい、何だったっけああんかねジャパニーズのなんか美味しかったなんかエックスベネディクト要はエクスベネディクトみたいなやつなんだけど鉄のフライパンに入って真ん中に卵が入ってるのね、はい、で周りはそのエッスベネディクトの上のクリームみたいなやつが乗ってて、うん こうちょっとグツグツしてる感じなんだけど、うん、それがジャパニーズ風になってきーーのこ、はあ、としいたけと、うん、あーベーコンとあとトマトとなんかこう刻んだやつがいっぱい入っててだし、うん、フレーバーですっごい美味しかったで海苔がのっててかつお節のっててうまいんだなんかねどっかで食べた味なんだけど思い出せなかったんだよね。出汁と海苔の組み合わせどこで 思っったたんんんだけどななかか感じじゃんその雰囲気そ<う>た美味しかったんだよでもねどっかなんかの味なのよあのだしと海苔と,とかつお節の組み合わせ思い出せなかったまじで、はあ、なんだろうあれのかの,そのチェーン店のあれみたいな感じのいやなんかジャパニーズ日本食でどっかで食べた味みたいな感じだけどね思い出せなかったあ<ー>まあそれと、はい、あともう一つはあの、まあ、オムレツとの。 あうんう、ね、まあ別オーダーよこれ<ー>別オーダーで、うん、オムレツの中にあのなんだっけ味噌味噌スモーク味噌ポークみたいなやつあめっちゃ美味しそうでもね言ってもなんか頼んだらあれだったのよ、はい、なんかこうプルドポークみたいな感じの味噌風味みたいなやつおいかそう、まあ、美味しかったよとあとリコッタパンケーキ頼べたわけはい,はい、はい、したら はい、飲み物水あけはうちらはいチップ込みで70超えたわ、はあ、50ぐらいかと思ったでもそっかいくよねだってワンプレートだ二十2 0二十ぐらいなんじゃない多分そうだね23が6じゃん、うん、18ドルとかあそうそうそうそ,、ね、そ,そうそうそうえなんかさあれだでこの間ニュースっていうかなんかそんなんで見たけどさもうハワイのその何いろんなレストランが閉まり始めてる なんか結構有名なところとか、まあ、コロナからを皮切りに大きい有名なところが閉まっちゃったりとかそれの続いてさいろんなところが結構閉まったりしてるんだってうん、うん、でなんかそれもやっぱりそのハワイのレストランの,そのレントうん、うん、や家賃がまず高すぎるとだからあのもう払えないんだってねその経営<ー>レストランを経営してる側がその家賃さえも払えないみたいな。うん、でそのほら 雇ってる人たちの給料も出さないといけないってやっぱりもう続けていけないってなってるらしくってでなんかそのさ人はさそのウェイターいるじゃんチップ上げるじゃないを、うん、35%上げるべきだとか言ってる人とかいるらしいの私たちの生活がモーターを待って。そ チップなんてさ全然上げる上げてってかあの賛成上げたいし、うん、賛成だしそのねウェイダーの人がすごいミニマムね、うん、あのお金そんなにもらってないしお給料も低いしっていうのはわかるけどちょっとなんかなんかちょっと度がねだんだん過ぎてすぎてういやー高かったいやそんでさワイキキ行って、うん、あの あさポジティブな意見はさどんどんこう発信してあげたわけよサポートローカルでね,そうだねでもさあんまりネガティブなところなんかこうあんまり言っちゃうとかわいそうかなとも思うんだけど名前はピーとしときますよ <Okay. S 2> ピーってとか <laughs> <Okay. S 2> 私すっごいそこのアサい好きだったの浅いボールめっちゃ好きで、まあ、言っても多分この島の中の浅いでは一番うまいなって思ってたわけいっぱいあるもんね浅い、ね、合戦みたいなのあるじゃんはいはいあるあるある で、そこにさ行ったらさめっちゃクオリティ下がってたんよ、うん、びっくりして何えみたいなえ多分だからそのさあれじゃない使ってるイ,そうなのイングリエンスちょっとローな,そうなのクオリティのにしなきゃいけなくなっちゃったとかじゃない多分そうなのよのお金の関係でね多分そうなの使ってるミルク買えたとかじゃないいやもうねミルクとかじゃなかってもうねそもそものその浅いの含有量これ ナンパみたいなのとあ,あ,あとそのんかこうソル,ソルベみたいなシャーベットみたいなアサイのこう、うん、アイスにしたのをアサイボールとして出してるところがあれば right. Right. アサイとバナナをミックスしたものを、まあ、ちゃんとアサイボールとして出してたりとかそのアサイの,この肥料みたいなのが割合が違うのよねお店によってやり方が。はんはん okay. でそこは割とアサイのちゃんとしっかり味がしてこうなんていうんだろうで上にさ のレイヤーがっっつり乗っててうまいっていうのがずっと記憶にあったからそこ行こうと思って今日行ったらさもうなんかそれこそ,そのシャーベット私あんまりシャーベットみたいなの好きじゃないの。っていうのも多分そのアサイの含有量がすごい低くなるとこのシャーベットっぽくなるバナナとかの他のバナナミルクとか混ぜてる分が多くなってなんかねアサイの味があんまりしなくてなんかトッピングもまあ乗っちゃいるけど蜂蜜もなもかジャジャッペーみたいな感じで。 うわっと思ってさ、うん、でもそれだって安くなるわけ浅いボールだってそうだよ絶対10ドル以上はするじゃん。する、うん、なんかだったら逆に潔く値段上げてくれてた方があ値段は変わってなかったんだ多分でもどっちかだよね。値段をちょっと,ょっと変えずに その内容を変えるかう、ね、もう値段ボワッと変えちゃうかっていうやってる側はね、まあ、そうでもねそこはねもう本当にその真ん中にあるもうすっごい有名なとこだから多分まあほらなんていうの内容変えようが変えまいが入ってくるは入ってくる人がそれハワイの良くないとこよね、うん、そうそれは本当に良くない本当に良くないこの、ね、アロハどこ行ったって思うよねそのそ生ぬるいところうん あるじゃんあるあるなんかねここは家賃めっちゃ払ってるしワイキキのど真ん中だからだなんか嫌でも客は来るからそそそうそうそうクオリティは云んでもこんだけチャージしますみたいな結構見るもんなありますありますいやーあ,ある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 ,ある、ね、どうしました今日いいですね私は私さ今日ずーっとさ「うん、マッツゲげクスてのファン作ってたってやあ見たいい人こうやってねピ,ピピピってあれね練習それともあれをこうはっつけるの <laughs> いやあのさなんだっけ あのなんかね、自分でさそのさまつげのお店とかをさこれからやっていくんだけどあと、うん、そ,そのさアナウンスしたあここではまだしないですね3月のね三月から土日だけそうサロンでね自分でその髪の毛とかメイクとかまつげエクステンションのサロンを始めるっていうか場所借りだから始めるっていうんかなこれ。 じゃないまあ個人経営だけどそのもともとあるヘアサロンの一角を自分が家賃を出して借りてで自分のほらもうやりたいようにさ自分のサービスをやっていくっていう感じのそうやつでそれで家賃って言ってたんだけどそれでさ自分の,そのサービスの中にまつげエクステンションと髪の毛とあとまあメイクがあるわけじゃん。うん、でまつ毛いくのはちょっとさそのさそ 分かりやすいようにそのサービスのメニューを分かりやすいようにこのほら,ほら言うじゃん「まつげ X」って60本って言うとさ日本だとさ3030 30で片目が30本片目が30本で60本っていう表記じゃん。うん、で私もこれハワイでそういうふうにやろうと思っててでそうするとさいまいちこう想像つかない「60本へみたいな感じなんか。うん、だかからそれを分かりやすいようにこの 自分でさまつげでさこう一本一本さこうそういうサンプルを作ってね。おおいいじゃん。そうそうそのサンプルを今日ずっと作ってたの。ここの週末<ー>ずっとよ。なるほどね。地味だぜ。<laughs> ずっとそのまつげく先生のファン作り。右から左。<Yes. S 1> 右から左。<Yes. S 1> でずっとカウントしてるわけ。<laughs> それが楽しいんじゃないと思う。二三四五六七八九 t とか言ってさなんかさ。<laughs> あのさ私前やってた友達いてさカウンター持ってたよカチカチってあそうだねそうだ、ね、日本でそれで全部カウントしてて、ね、うんやるためにうんあそれもいいかも、うん、あそれいいかもねいやそうするとささなんかさこっちのハワイの人ってさカウ,カウントしないわけよそう,だ、ね、そうそうそう例えばボリュームエクステンションだったら値段このぐらいですうん、うん、ど,どんぐらいまつげつけるんですかって感じなんかうん、うん、で多分その デザインとそのお客さんがしたいデザインとそのお客さんのまつげがどれぐらいつけれるかっていうのは量が変わってくるんだけどうん、うん、なんか私そのさうやもやな感じがすごいなんかあ今までやっててなんかうーんって感じでなんか。 ね、なんかこの人はこのぐらいのまつげだけだからこんなにつけられないんだけどこんだけのチャージしちゃっていいのとか思っただけ<ー>分かるからだからあやっぱりこう日本ってさフォン数でちゃんとはっきりしてるじゃん、うん、じゃあ80本つけますね今日とかさ120本ですね6060、うん、60固め60固め60ですねみたいなさだかそ,うそれではっきりやってた方がお客さんにもメイクセンスだなと思って確かにそうそうそれでいろいろさ最近はそのメニューのサービスのメニューのあの。 値段付けとかさ、なんかそういうのいろいろやってんだって。えらいじゃんで。楽しみだね。そうなんですよ。そういうのをやってたんだけど、あのさ、あの今日さ、私さ初めてさチリスープ作ったのね。<う>チリスープ。うん、私今までチリスープなんてもう全然あのあの目にも止まない。もうそんな聞いてるの知ってるけど、ほ,ほ,ん,ほんほんって感じだったっけ。うん ったのうん、何で言うか分からないない。私メキシカンフード好きだけど、うん、チリスープんーっっうんって書いてあったわけだけどさ先週さコストコ行った時にさエリがさうるせえからさあの,さあのサンプル配ってるじゃないでさそ,それでサンプル配ってるおばちゃんがその日そのコストコオリジナルのそのチリ,チリスープみたいなやつを配ったの、うん、でそれフードコートで売ってるやつ ードコにももチリスプってるののあうほらレディー2号でパックされてるやつだけどねそれのサンプルを出してたわけそうでえりがもううるさいからこれ壊していこうと思ってさ私ちょっと一口回ったのなんかちょっとスパイシーかもしれないねってえりが言ったからじゃあマミ試してみるっつって食べたのがうわんだこれうまくないと思って。 で結局ちょっとほらチリパウダーとか入ってるからさ、うん、子供あんまりうんって感じだったわけでも私なんいや知らなかったチリスープさんがこんなに美味しいのうまいよね今日作りましたわー美味しかったうまいてか何入れんのチリスープってチリのパウダーみたいなあいやチリパウダーがあるじゃんチリパウダーから始まりのクミンとあとなんだっけ あの赤いやつあファ名前忘れちゃった赤いパウダーなんだっけパプリカ yes, yes. <ー>パプリカパウダーとあとガーリックパウダーとか塩こしょうぐらいあそんなもんあと豆そう,そうだね、まあ、豆が基本入ってんじゃん,ゃんでほら普通はさグランドビーフとかねなんかポークのさうん、うん、グランドのやつとか入れるんだけどうちさ肉がなかったから、まあ、今日は豆だけでいったんだけどそれでも全然良かったですね<う>軽めのね軽めのスープって感じで私よくあれ作るよああとトルティアスープ お何でもトルティーヤスープって言っても多分チリとほぼ同じなのよ。なソーースス基本トマトマプな感じあいやもうほぼチリ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 と同じにチキンが入ってて<ー>あの胸肉を美味しそうあなたさプレあ,あなたでもプレッシャークッカーつかないね名前ね。要はさ全部ぶっこんで私はプレッシャークッカーにーチーキンもぶっこんでもう全部材料ぶっこんで。

肉もさ、全部ホロホロになってるわけよ。Oh, <wow. S 1> それをだからもう崩すも何も全然力入れなくてもポロポロって崩れてるから <laughs> えでなんであんたトルティアいつ入れるのでトルティアは最後食べる前に入れるのよえねそれはそのさチップスじゃなくてあのあの,あの丸いやつだろいやあのねチップスよチップスあのカリカリの上に乗っけるっていう感じあそうなのうん美味、うん、しいよう,うまいですか、うん いいよねチリスープでチーズ食べたくなっちゃったじゃんもうあのさチリスープってあれだけじゃダメなあれにしっかりとチーズ入れての食べないとあそうだね確かにちょっとたんぱく質が乗ってないとねいやあの,なんあの何かあの何あのチーズあのチーズの感じもうあれがないと ただのトマトスープみたいな感じする。そうじゃん。なんかさ、レキシカルな感じじゃんね。そう。なんかトルティアスープも、そうトルティアとあとアボカドとあとサワークリームみたいなの乗っけるとうまいんだって。美味いな。あ、てか私スープ好き。いやそうなんよ。あのさ、ちょっとスープ最近あの本貸してやるわ。あ、スープの本。スープの本ですか。日本から買ってきたよ今回。ああ、いいですね。いやでもさそのさ食火場にさこのスープジャーを持って。 で、それでランチにしたいなと思ったわけよ。はいはいはい、いいですね。いいじゃん。カルスープいいよ。おいしいじゃん。いや、野菜いっぱい食べれるし。じゃんた。それのなんか、そのスープジャーの中でクックするってやつなのよ。おお。この何、自分が食べる頃にはもうできてます。そうできてますよ。春雨とか入れるんだねあんた。そうですそうです。はい。先、薬膳スープの方も買ったんですよ。だからちょっとあなたにシェアしますいいねいいねいいねいいいいですね。あ、だからこのクッコの実とかを入れるわけよ。 でそれがその保温ジャーの中でクックされ昼食べる頃にもその薬膳が出てるぞスープにみたいなあいいじゃないですかねえねえねえあのさ、豚汁好きいや待って、ちょっと待って豚汁の話してる汁お前ちょっと待って待って待ってあって中学生見てる豚汁待ってちょっと待って待って待って豚汁の話はちょっと待ってあれキングどう思う

あれは本当うまいよ。いや、神オブ神だからあ、あれは豚汁はマジで。ただの味噌スープに肉、あのううのしかも豚肉より<さ>薄切りのちょっと油多めのやつ。そう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 。入れるだけでだけ、なんだかのタンパク質、神よ。なんだんだむけになる。知らん、もうマジで。ああ、豚汁はね、マジで。あれ,あれすげえよなあ。しかもあの神の具。あんた、どれが一番好き、豚汁の中で。

ごぼううまくない。いやごぼうもめて、だからごぼうじゃ何がさが味噌汁と違うってさ、ごぼ,てごぼうとこんにゃくと豚肉とじゃん。y e ん。ごぼうと豚肉とこんにゃくそうじゃん。Yes. それがちょっと他のとは違いますね。いやでもその三種だけで、うん、あれがこんだけレベルがもうマジで。はい、いや。エフランから東大みたいな。<laughs> <laughs> あの飛躍はマジですごいわ。<laughs> だってあれ一個あったもうあれだけでいいもんな。 あれでいいと思う。あれでも白米でいいわ。いいわえ、だからさ、いいわにゃん。誰いや、そうな。だから最近さ、YouTube でさ、あの料理人の人のあれを見つけちゃったわけよ。ずっとね、フォローはしてたのよ、この人。おー。なんつったっけな、忘れちゃった。忘れちゃったんだけどさ、ちょっと忘れちゃったとか言って、流すなって。そう、土井さん。土井義しさん。あ、YouTube の。 YouTube でね YouTube で食べ物の料理をあげてくれてるシェフさんですかいやもうこの人めっちゃシェフなんだけど<い>この人が言ってんの一汁一歳でいいやんって話なのよ一汁だから一もともとオリジナルはさ一汁三歳みたいな感じでしょうーん、だと思うなあんま詳しくないけど。<laughs> そうでもそうだよね。<laughs> 一汁と三つのおかずみたいなでしょそう、そ野菜。そうそうそうみたい。そうだよね、でもそれ一汁一菜でいいっていう提案をこの人がずっとしてて <laughs> 要はその具のいっぱい入ったスープと、もうご飯ともなんなら梅干しとかでええやんっていうやつをしててこさこの人がもう最近ちょっとねずっとね、ねなんだっけあの、情熱大陸のさ YouTube あるわけよ。 うそれでその,その人がこう味噌汁を作ってる様子ずーっと見てる家でー <laughs> ずーっと見てるうまそうやなこの人が作る味噌汁はって思いながらねえ味噌汁やばいよなこれはもういやだからマジで豚汁に関しては本当にあれですよ <laughs> 座り直しちゃった <laughs> 今天井見てんだけどさ <laughs> 空を仰ぎながらさ豚汁はさ あれ、ね、あのさ町内会の集まりでトンェルとか出るんだけど <laughs> <話で> <laughs> 出るんだけどあ,あ,あのあれにあああのしっかりとこんにゃくとか入ってるの,あああの町内のおばちゃんたちが来たやつ<ー>でもちろんあの雑なんだけどごぼうとかも入ってるわけ、うんうん、でさちゃんと最後にさあの刻んだネギ乗せてくれんさあ,あそうやなうめえよないやもうあれ多分ね何が美味しくしてるって多分そのおばちゃんの手だよ <laughs> もう今おばちゃんの手の味がしたもん <laughs> あれ絶対おばちゃんの手なので、あのシワくちゃ、シワくちゃってかちょっとシワってね、肉厚でさ、肉厚でさ、もう豆、あんたの手私なんだよ、私なんだってこれ、お母さんの手なんだよ、わわってこうネギを掴む手がもう今、もうここに思い描かれてるもん、わわってこう、乗っけとけ、えやんみたいな濡れた手でね、わかる、あの腹筋でね、もう腹筋で拭いた手で、わわってもう。 もう潔癖の人からあああって思っちゃうんだけどいやいいねおばちゃんの手はねマジでもう多分ね何でももう綺麗になってるもうそれさえもう腸にいい菌だからそうもう神様にねこう授かったそういやもう何でも可能にする手だからねあれはいいですわねえねえねえ味噌汁にさ梅干し入れたことあるんっなよえ待って味噌汁にさ卵入れたことある ね、おいおいあのなんかふわふわにするやつの、うん、<No? S 2> もうまん丸ま<え>パカってした卵入れんねマジでいやもう実家の匂いするよ <laughs> 実家の朝普通の味噌汁にパカってやってその後とぐしたりするの中でとぐちゃうちゃう,違う,も,うあのもうそのままグツグツ煮てあちょっと半型にするわけよああ,ーあーやったことあるよあのねお金がない時にねおかんがね作ってた味噌汁だよ <laughs> <laughs> だからやってちょっとさ <laughs> もう一回今やってみてあのもう なんか過去がもうブワーってフラッシュバックしてくるから <laughs> 実家のあ,あ,あ,あのさもうちょっとクックされるやつなそうもう実家の情景が思い浮かびがるからいから一回やってみて実家の朝みたいな感じするから <laughs> それだ、うん、それだいやーだからもう多分味噌汁は何でも可能にするようーんあれ本当あれなんか朝食べるとんかエネルギー出るよねあの味噌のさ、うん、この分かる 歴代のこのなんかもう何年も引き継がれてきた技術の味噌と言われる、ま、私が食ってる味噌なんてもうそんな,な,んそんなこないだ作られたようなものだと思うけどさのやつ <laughs> あの味噌のこのなんていうの持ち上げるあのパワー発酵された、うん、ジャパニーズのあれが全てあのこもってる味噌様。 今日はかみそについて持ってるんだ。ということで今日はみそっていう回スープそれでもいいぐらいの無限大の可能性を秘めてるからねあいつらマジででもね私ね本当スープ最近好きで最近っていうかずっと好きなんだけど最近子供たちがさもっとこうスープ作ると全然拒まず野菜食べてくれる。そうだから ミニストローネはあんまり人気ないんだけどさその結構コンソメスープみたいな感じのさ<ー>もうただ野菜ばっか入れてでちょっとほらチキンストックみたいな感じのでさうん、うん、あやっただけので、ね、あとそれ何ベーコンかみたいなそれかチキンかードみたいなかそういうの入れたやつとか、ね、ちょっとマカロニとか投げたぐらいにすればさもうその,、ま、そのままでいいじゃん <laughs> もう米とか選んじゃんねもうそれで一品になりますからねいや <laughs> そうそれで,で野菜めっちゃ取れてそうなんだよ体温まって そうよね。繊維もちゃんと入てしちょっ,と待ってるさ。忘れてた。スープってすごい。でも私たしシチューあんま好きじゃないよ。えシチューは好きじゃないんだよ。私たしシチューめっちゃ一人で喋る。あんま好きじゃないんだよ。<laughs> 一人で喋る。これだけ見えなかった。これだけ見えてかった。<れ>シチューは好きじゃない私は。怖い。バスで勝手に話しかけてくる人みたい。<laughs> すっげえ話しかけてくるやんみたいな。<laughs> バス。 <な>うんうバスの中でめっちゃ話しかけてくりしてるやんでもシチューは好きじゃないねみたいなでもね私シチュー好きああもうん、シチュー好きよ<当>でもさよく考えてシチューのもともとってあの小麦粉とさあのバターだ、ね、あれじゃんそうじゃん、うん、まあヘルシーかっつったら分かんないよまあそうなんだよなんかあのシャバシャバけ、まあ、スープって割とシャバシャバなんだけど なんかあんま好きじゃないねスープさんあのあス,ーんースープさんよささスープさんよあの学生の子がさ大学生の子がさ二人うちにね住んでた時があったて、うん、その時にリクエストしてくれるの、うん、ってか私もそのネタにつけるから何食べたいみたいな感じで聞くと、うん そのさ一人の子がさやたらそのスープ系とかサラダとかそういうなんか OL みたいな感じの子でね男の子なんだけど食べるものがサラダ食べたいとかさス,スープ食べたいとかそういう子だったわけ、うん、でその子が「シチューずっと食べたい」って何回も言うんだけど「うん、<laughs> ごめん私ねシチューは好きじゃないの」<laughs>。 こばぶんかよ、<laughs> 結局聞いといて、作るの簡単だから、あの、す、ルーだけ買ってきてもらってとかて、いや、好きじゃないかな、だい。シチューだけは、こば、みあんま昔っから好きじゃないね、あれはね。はいや、あのさ、違うの、のあるよ。あの、神社の。神社さん。豚、はい、汁に神社入れる。え、え、入れたことないの。いいいみょうがさんはみょうがさん。え、もうみょうがなんて入れないよ。みょうがさん入れません。入れない。 ミョウガさん入れると結構おいしくなるね。でも神社入れたことないよ私。え、神社入れないと話始まらないですよ。<laughs> wait wait w a i ないない,やい,やいや刻むの？それでもない？いやそれはマジこみのこみだけど。え？私は半分すったのとあと半分刻んだのあの全部すっちゃうとさ神社系が強くなっじゃんそうなんですよね。だかまあちょっとあの吸ったやつと,といいあとこう刻んだやつうん。 え、刻んだやつ上からのせるのいやもう違うもん、その,似の野菜煮てる時でも一緒に煮んじゃえそれでさかほちゃんちが昔からそのうちはそう神社ずっと入ってるえその豚ル作る時は神社入れるの、うん、あほんとでこの前帰った時にお母さんが「あの、にんにく入れるとおいしいのよ」って言ってにんにくもこの前ぶっ込んで聞いたみんな試 <laughs> さないと神社入れんのだってもうあれ入れないんです <laughs> それそう神奈川のあれじゃない？へえそちらさお神社入<お>れないっす、ね？ええっすなええっすな <laughs> 神社はいやー入れた方がいいよ。いやちょっとやってみる。体温まって美味しいで。いやてか絶対うまいだろうどう考えても。いやージ神社なんてあんたクッキー入れてもうまいんだから神社クッキー。うわそうじゃんね。ん意味わかんだよね。わけわかんない。なんで神社クッキーってどういうことみたいな。<っ> <laughs> すんげえ上 <laughs> あれマジで意味わかんないよね。う <laughs> ん めっちゃいやーマジで。<laughs> <laughs> え、なんかあれ、アチ鍋買ったら早いんじゃないアチ鍋さんですかいや、スロー作んない。スロー。スローなんでしょうッカ作れないじゃん。あそうなんだよね。まあ、だから急いでるときあれだけど、でも、朝ピッピッピッってやったときはさ、あまあね、何時間ねその、ディナーの時間になって開けてみたら、もうホロホロだで。IH? <laughs> 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 IH ですねじゃあえストーブ使えないんだよねこういうさあのこういうストーブ鍋ってあるじゃんあそうだねあ私あれが使いたくてうちも IH だからさあ,<ー>あれがあるとほらなんかスープもさこうちょっとなんていうんだろ土鍋とかもそうじゃないあの熱がさつ一回伝わるとずっとそこでこう持ってくれるからさ煮込み料理とかおいしくなるんだよねじゃああとあのほらお米<あ>炊くのお鍋で<あ>うん、うん まあ <laughs> <laughs> マジどう鍋いやだからちょっとっん、ね、あんたこの間赤飯作ってたでしょ。あ赤飯だからうまかった。圧力鍋で赤飯作ったんやで。うまかった。うまいよ。いや赤飯簡単ですよ。本当？うん。私あんまり好きくないけどでも多分そういう作り方になったんだら好きなはず。あんまり赤飯好きじゃないです。うーん。本当。 うん、うまいかいやー私赤飯めっちゃ好きなんでスーパーとかの惣菜売り場とかブルアとかであるともうすぐ買っちゃうあほんとなんでだろうねえどうやって食べるのいやごま塩振るだけよああそうなんだもち、まあ、米だよねそう要はもち米ですああそれがそれを食べるうんいやースーパーうまいってスープうまあ、い,いべーああでもさささ一つ言っていい <laughs> あのねスープの中でも一つだけいやあの嫌なのがあるの私いやもうそれ二つ目だからシチューの次で二つ目やあのさ名前があんまり好きじゃないなんでスープなスープ,スープ,スープあんた考えてるよく考えてあ自分自分でスープって言っ世界の心理に急に反するようなこと言い始めてえ <laughs> なんかもうねスープってちょっと私恥ずかしいわけ自分で言うのは分かないわかる全然わかんない変じゃないスープだね名前が変だと思わないスープ ななんならいいのじゃなんかさアルフレッドとかなんかかっこいいじゃないわかる聞いたときはかっこいいなアルフレットねそんな感じでさパスタアルフレッド、ピッツザスープだねなんかアホとアホなサウンドじゃない確かにちょっと気の抜けスープスープだでなんか全然考えたことなかった今まであのさ一回さ コミュニティカレッジ行った時にさ、うん、そのクラスにロシアのね <coughs> ロシア人の人がいて、うん、その人がなんかその先生に食べ物好きなもの食べ物なんです自己紹介してる時あったっけ、うん、みんなでその時にその先生がその人に好きな食べ物何ですかって聞いたのそしたら彼女がそのロシアのアクセントで英語でっ、like、って言ったの、うん、でもそっからもう私はもうそのなんか「<laughs> そうスープって変な名前だな」ってずっと思ってて「<laughs> スープ」「スープ」考えてみるなんかほくさくね <あ>スープ<あ>スーパ確かにね。スープだね。どう、あれ、あれ、あれはどうなの、汁とかも。いや <laughs> 今言って自分で、気づいちゃったわ。<laughs> <し><る>いや、だからさ、汁物とかさ、言うたらね。お前、バカチンが。<laughs> 汁じゃねえんだよ。汁、汁ほら、お味噌汁とかさ。わかそれならいいよ。でも、豚汁って。<laughs> んれ何なんだろうって思わないあんたがじゃあ外国人として初めて日本に来ました、はい、これのぞみさんのぞみさんのぞみさんこれ「とん汁」っていうのよってああちょっと変かなって思うかも、うん、とん汁点々系はちょっと変かなと思うかも「じるじる,じる <laughs> ゾミのぞみ」<laughs> <あ>「ぞみ<ミ>」もうそんなところにクエスチョン持ち始めたらお前もう生きていけんよ <laughs> どうすんのよいやでも昔からちょっとねスーパー変だなと思ってたの 思わなないかな違うかななな思思わないわいいですかもう仕方ないよだって世界もう英語も何千何千年か知らんけどからもうスープになっちゃってるから多分多分さ音元のなんかがあるんよねでそれがさこう代わりに変わってああ、ね、多分スープになっころっていやいやいやでそこからこうなっちゃってスープっていうふうになっちゃったんだと思うんだけどだって今から買うの大変よあんたもうそこの近所の人からもう「もう違うから今日からスープじゃないから」つって「今日からスープじゃないからっっ」っ <laughs> ら,ら,らいわれて。 アルフレッドアルフレッ今日ドだからこれ結構もうそこに全部布教してかなきゃいけないの一角に全員そこからこう広がってくから広がっていくでしょそこの奥さんが言ってたわよもうスープって言わないらしいアルフレッドそれがどんどんこのそれがハワイのそこの一角から始まりそうで23年後には日本に上達してで最後最後ロシアに着くのがまあ20年後ぐらいにいやもっとかかんじゃねえ 四あれでしょジーパンがジーンズにやっとこう切り替わり始めたみたいな感じじゃん <laughs> 難しいで <laughs> そんな無理で野望抱くぐらいだったらもう新しいメニュー開発した方がいい <laughs> あのさ夜な夜なネイバーズクラブのいいところってこういうこと反省からだと思わないね,ね,ね夜だからって大学生がさ夜さ 集まってさ煮詰まっちゃってさちっちゃい部屋でくくまっちゃって集まってスープってさ名前変じゃねいっていうのが始まってそういうところねそういう感じですよね私たちはねそ,それを再現できるっていうねこの年にして <laughs> ありがたいことですよそれだからたまらんのよクッククックっては笑ってるあたりで <laughs> 音のない笑い「え <laughs> まえっえっえ いいいことやな <laughs> 心にしもうこれスープ界だもん <laughs> 悪いけどもうこっからはもうで新しいトピックに切り替えたところでどうにもならんからずーっとスープの話してった方がいいて最後までスープでも走り抜こうや <laughs> ゴールテープ走り抜こうやスープ話で <laughs> ごめんじて。 あのさあのアメリカの本土に行った時にさ<あ>なんかちょっとカジュアルファッションみたいな感じのお店でイタリアン系の,あのカジュアルファッションの お店があったわけ。チキファレとかそういう感じじゃなくてさ、何チキファレ？そもそもえわからない。チキテキみたい違うよ。ほら最近さハワイに上上陸したさ、アリッチやな。ああのファーストフードよ。あじゃ知らん。あチキチキファレ？いやチキフィレ。いやいやそれそれそれそんな感じので。 とね、ごめんちょっと待って今名前調べるわ待ってご飯の話してるあんたまだ知ってるよだってあんた今「カジュアルファッションの」って言っからつながるねつながっていくねちょっと待ちいいなカカカジュアルでしょえっとなんだっけカジュアルファーストフードみたいななんでカジュアルファッションっつったカジュアルあれカジュアルファッションっつったあっカジュルとか考えてたんだが。たあっカジュアルファッションったっカジュアルファッションって言たったね カジュアルのファーストフードみたいな。チックフィレみたいなところ？そうカジュアルファーストフードで、あ、チックフィレみたいな感じで。チックフィレじゃなくて、チャポレみたいな感じチャポレ n ー n ー n ーそれじゃなくて。違一個さ、名前忘れたんだよ。ペネラっていうね、ペネラペネラっていうなんかそういう感じのね、なんかなんつうのかな？イタリアンっつったらいいの？なんかパンとかスープとか。 パスタとかそういういいのをサーブしているカジュアルファーーストフフドみたいなのがあるわけよカジュアルファッションじゃなくてねそうあってでそのさメインランドにいた時はさ住んでたところに結構あちらほら、うん、あったのだから行く機会があったんだけどさ、うん、<laughs> うんとねそ,そこのはやっぱりなんかそのスープとかパンとかをメインに出してるところだからメニューでさパンをほじくってたスープ中入ってるやつあんのよ。 やっべえよ本当においしいんですからあなたしかもさ大体私たちテイクアウトで食ってたからもうさそういう時いつも子供さ、子供が大体みんな小さいからさあのそこで食えねえのだから大体い,い,いつもテイクアウトしたんだけど、うん、テイクアウトするとさ パンそのまま、中ほじくったパンがそのまま来て、で、そのスープは。え、それはサイドで来るんだ。別で来る。そう、だから、それをさ、ぶっこむ中にね。わあ。食う前に。わあ。絶対うまいじゃん。騒ギになっちゃうでしょそう、だから、それ、その前にぶっこんで。はあ。それね、トマトベースのスープなの。あ、どれでもいいね、スープは。ああ、もう、そういうスタイルなわけ。ね。選べるのよ。スープを。 いやったからさクラムチャウダーとか買った。おわ、あ、クラムチャウダー。やばた。言っちゃった。クラムチャウダーの時。気づいてしまった。クラムチャウダーの存在に。<laughs> クラムチャウダーが今、こっち、すみません。僕もいますけど。出てきちゃった。シーフード忘れないで。ーーああ、え、待って、クラムチャウダーってどうやって作るの逆に。私作ったことないよ。あの、あさりさん。何が。クラム、クラムチャウダね冷凍のさ、こうさ、シーフードミックスみたいな、買ってきて。いや、ヌヌの、あのね。 多分一番簡単なこのさメジャーのやり方だと多分さ缶があるんだよアサリあさりの缶詰みたいなその,そのもうスープもぶっちゃるんだよねその中にぶちゃるっていうのそのスープにぶち込むわけ、うん、でだからさあさりのさもう汁がさ入ってんじゃんかその缶に、うん、だからそのし、うん、<の>が出てんねそうめっちゃ匂いはあさりなんだけどそのクラムチャウダーに入れるとちょうどよくなるんだよね そのクラムチャウダーはさそのあさりのあれを入れる前っていうのは基本シチューだけどまあ <laughs> シチューにあさりが入ってないからって嫌いなんだ <laughs> 嫌いなんだよあれは同じじゃんほぼおんなきじゃないんだ <laughs> いやースープいいわいやだからさあのスープストックよスープストック東京前話したじゃん どっかでいや多分ラジオ内ではらないんですけど,はけど私はその存在はあのなんか言ってたから調べてねああこんなんあるんだっていうのは私は知らんかったよそれがそういうのが存在するいい美味しいよねスープだけで完結すんだもんそうですねまあねご飯来るけどねスープのなんかセットみたいなのとご飯が横に来てえそれってお米が来るん,あなんか、ね、選べんいよ確かパンかご飯かみたいなスープって結構あれじゃないパン,パンディップしたくならん 米っていうかさ味噌汁ならねそれが米にも合うようなスープをご提供されてるわけですよそうですどういう感じでちょっと知りたいですけど掘るね頼みますどういう感じで大好きなんですよそういう話知りたい続けてみたいな続けてなんですよね食べ物の話がだからその要はさ、カレーっぽいスープとかさ あそれは。ご飯にまうやろ。はい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 。そういう感じ。よ。いいですね。ああ。あのさ、だからホールフーズ行ってもさ、あんじゃん。あの、バーがあるじゃんね。あそこの、なんか食べ、自分でとって、その重さで測って、やるやつの、それのスープバージョン中が。うん。た、返したことある。あるよ。あ、本当。うまいよ。あ、本当、やっぱうまい。うん。それで美味しいわ。そうですか。そうですか。そうですか。 <laughs> い,やーいいいやですねなんかさ豆豆とかってさあんまなんかこのままほら日本だと上手に料理するじゃん豆と一緒に分かるんか煮物とかもお豆入れたりとかって美味しく料理するけどさアメリカってあんまりこの豆ほらやサラダに例えばボーンって入ってたりとかうん,うんとなんかそんなイメージが多いんだけど豆単体の料理はあんまないねじゃんまあ添えてって感じ豆添えてみたいな感じか じゃだけどなんかそのスープに入れるとさ食べやすくならないなんかそれ,それもいいですよねあのさ、はい、あの豆系の話 <laughs> いいですよ豆の話豆らせてお豆の話しましょうや <laughs> <laughs> あのさ、はい、私豆は絶対にホールフーズで買うって決めてんねケおおー,ー。でもホールフーズの,あの一番一番ホールフーズにっ買ってもらいたいものって貫類なわけ。 缶がさオーガニックの缶がもう豊富ないのよそうだねホールフーズプ、ね、ラントの缶のものって、うん、オーガニックで出てて安くってっあ安いよねそう,うん超いいのだから私、あのー、絶対ホールフーズ行くと豆あ豆じゃない缶のところ行ってもめっちゃ買うんだけどさ缶おばさんみたいにだからそこのブラックビーンズと、うん あとチッピーも買うしあとコーンもあそこで買うしもうドバドバ買ってもうスープに備えるある時のスープに。というのが私からの本日の教えカレンダーかなんかにして置いときたい家にオールフーズに行ったら缶解。でもさ最近さちょっと思い始めたんだけどブラックビーンズってちょっと小豆の代わりになると思わない あれ、ちょっと待って、待って、待って、待って。小豆、小豆さんって小豆いや、小豆。小豆はよ。小豆ってレッドビーンズのこと。うん。でもさ。ちょっとそれの、レッドビーンズの、種類の中でも、一番小さくて。あの、カッチ、カッチしてるやつだよな。そう。それが小豆になる。んだよね。大<う>きいの、また違うね。赤いレッドのやつ、は違うでしょ。うん。 あかそれがさ、レッドレッドビビーーンンズズとブラックビーンズがあるじゃんは<ん>あの,その今日本日スープに入れたであろうやつがレッドビーンズとブラックビーンズですよ。はい、そうです、そう,ですそうですでしょそれのブラックの方のさこの前開けてこうニュー変えたわけよ、はい、あ最近になんの<ー>最悪ねあのもう最悪っていうかどんな最悪なシチュエーションか知らないけど、うん、もう <laughs> ブラックビーンズしかなく家にそしてもうなんか小豆もなく。はい したらあんこ作りてーみたいになった時に <laughs> そのブラックビーンズで多分どうにかなるなって思ったっていう気づき、ね、私さあんまり好きな嫌いな食べ物はないんだけども、うん、でもあんこはあんまり好きじゃないわけえあんことブルあのグリーンピースいや多分それはもう本当にあにいいあんこといいグリーンピースに出会ってないから多分そう言ってんだよあでもあんこはそうかもしれんでもグリーンピースは私はちょっとあれはあんま好きじゃないわ サイゼいってないでしょ。今回あなた日本帰った時サイゼいってないでしょ。サイゼで一件買ったんよ。いやサイゼにさあんの。青豆と青豆と温玉のなんとかってやつなんだ。あるなあるな。あれめっちゃ食ったことある？いやもういやもうあれ食いに行ってから私サイゼでもあれ言ったら多分グリーンピースなんだけどそうだよ。グリーンピースがさいつもグリーンピースこうだけしなったのでもうだけシワクちゃみたいなじゃあ。いや辛かっプチプチ。 あのさ噛んだ瞬間にさなんか出てくるじゃないあのさプチューって出てくんじゃなくてホロホロみたいなの出てくんじゃないあれがあんま好きじゃないのそれあとそら豆のこと考えてないまあそれデカバージョンなョング,リグリーンピースのでもグリーンピースはなんかそういう感じちょっとぜひ今度サイズいったらいやあの市長あの聞いてる方にもこれはあの絶対にもう忘れないでほしいから今すぐにメモを取ってほしい。<laughs> <laughs> サイズに言ったら青豆ちゃんメガネ今ガチンってなっちゃった <laughs> 興奮しすぎてサイズに言ったら青豆の,あの温玉の乗ったやつをぜひ食べてほしいでそれをオーダーシ、はい、そこにあのカウンターから持ってきたオリーブオイルをかけますあそんなのやってんの、はい、できるのオリーブオイルあそこねあのあれなんですよオリーブオイルとか。 粉チーズとか自分でお取りくださいっていうカウンターがあるわけよ分かんなかったら聞いてねそこのサイゼの回やろうやサイズの回し物だからサイズのサイゼのオリーブオイルってちなみにあのイタリアからも本当に直輸入したいいやつなんで香り高いオリーブオイルですよあれをカウンターから持ってきていただき思う存分かけていただけますうまいなで卵を崩し 混ぜ混ぜして、で最近ちょっとメニューのね、ンジがありまして、もともとそこにちょっとベーコンが入ってたんですよ、厚めの。てる風に一人た厚めのベーコンが入ってて。で卵を乗ってたわけですよ。はいはい。それがちょっとね、多分まあコストなの、こう、なんかいろいろあったんでしょうね。で最近、そのベーコンがなくなり。はい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 。その上にチーズが乗るようになったわけですよ。私はね、そのバージョンの方が好きなんです。ベーコン。何チーズなんそれはいや、あれはね、何でしょうね、ちょっとね、こう粗めな。 粗めなでなパルメザン <laughs> パ,パルメザンじゃないかもしれないあれはあ,<ー>あの,あのヤギのミルクのやつかなあ本ほんと臭くないや,つだいや臭くないよ <laughs> あれは臭くないあれは臭くないいいやつだからもうねど <laughs> もうそんなとこ心配しないで食べてほしいみんなにはもういいですよで,すでそれを食べそとしいもうねプチプチっとして美味しいですから新鮮な青豆青豆好きじゃないわ いやもう本当にマジでまあれはグリーンピースの格変だから <laughs> あ本当。今までのグリーンピースの概念を継がすやつだから、うん、違う食べ物だと思ってオーダーしてほしい,いや私さ小さい時からさ昔からさあの小さい時っていうか今は違うけどね小さい時ピーマン食えなかったの<ー>ではい、はい、ピーマンなんてと思、うん、ってたわけよ、うん えっとだけど、自分が調理の専門学校に行った時に、うん、中間の時間にねチンジャオロース分かる、oh, <yes. S 2> チンジャオロース知ってます、うん、あやばないめっちゃうまいよなあれをさ <laughs> 今深呼吸してちょっと落ち着かせてるから自分を <laughs> あれも神様なんだけど中間の中であれをさ作った時にうわ私なんで今までピーマン食わなかったのかなと思ったっけだからさ食わず嫌いだったのよ分か,かる だからグリーンピースもそのレベルなのかもしれないでも,でも私こんだけ年取ってずっとねあ「もうグリーンピースさん私はあなたは私の世界にいないですから」ってずっと生きてきたからもうずっとそれなのかもしれないねもうほんとそれよくないってよくないのは分かってるこれだけ食べ物好きなのグリーンピース食べないなんてもう信じられないと思うよ自分でも <laughs> 今ちょっと聞いちゃった何始まったんだろうって今思っちゃった茶番劇みたいなの始まってるから一人え <laughs> ちょっと元気だ。<laughs> うん、ちょっと引いちゃった。ちょ嫌だな。いやでも本当にねそうなのよ。多分あれもなんかやいやなでも多分あのね野菜は悪くないって野菜が悪いんじゃない。それをどう食べるかを研究してないから味が悪いのよ。そうだよね。うん。 じゃさかほちゃんそこまで言うけどさ嫌いいなな食べ物ないの絶対あるべいやあるべないねほんとかお前いやでもあったの昔はあったのそら<も>豆が嫌いとか私そら豆好きじゃなかったの小学生の時ねあんま食べる機会なくない豆っすね給食で出てきたよそら豆ってほんと3つとかあんま機会ないよないや 嫌いなもんね。ないのよ。びっくりする。自分でもびっくりするよ。ない。本当？あのよっぽどほらこうなんていうのなんかほら血とかさ食べるカルチャーがあるわけじゃない。なんなんなんかの血とかさ。あ、o r g a とか内臓とか。うん。よっぽどそういうところ行かない限りいやまでも私ほらモツとか好きだしね。日本の食べてきたモツとか大丈夫よ。やば。 あとあの韓国のあのソーセージも大丈夫私言ってもあのあ血の血のソーセージみたいなやつなんかゆあ聞いたことある聞いたことあるあれ、ね、食べたら美味しかったんだねでも、ね、割とあ白子白子がちょっと今だにちょっと分かんないわ私白子ってなんだあ青草みたいなやつ魚の清掃みたいなやつ白いさあのぬるぬるっとした刺身みたいなやつ卵みたいなやついや卵じゃない清掃だってあ<ー>あ本<の>当居酒屋とかに行くとあんだよねこう白いさ で要は食べるとこうちょっとミルキーな感じなのなんかああほんとそれをね<あ>多分こうポン酢みたいのがかかってて<ー>好きな人いるよね私はちょっとあんまり好きじゃないかなあーでもそうだねた焼き鳥屋とか行くとそうだよねなんかなんかそういう系のあるよねうんあ<ー>そんなにこう特別嫌いなもんってないよ私ほんと何でも大丈夫よ<ー>私そっかうん <laughs> いやーだからね本当にあの最善、うん、にいやちょっともう一回ちょっと言わせてまとめ,まとめなんだけどいや最善に行ってくださいとか言ってちょっと要点まとめね <laughs> ここはちょっと大事だからもう一回もう一回言わせてもらうけど最善に言ったらというか最善にこの青豆を食べに行ってください最善に言ったらじゃなくて行ってください青豆を食べにっていうそこなんですよ。 そうですか。はい。そうですか。すかいやー美味しい。あんねまあでもね分かるよ言ってることはわかる。あのシュウマイとかまだ話すかって。何シュウマイって。シュウマイとかグリーンピース乗っ,っ,ってたじゃん。あいやいや一つ乗ってる意味のわかんないやつあったね。あれはさ色付けよね。まあね。あの食べぬ食べる,食べる合う合わない運転の前に色付けよね。あれちょっと意味わかんなかったもんね。なんか黄色いのとかも乗せたりするの。<laughs>

ごぼうどう思うごぼう入れるとうまいよな、ね、やっぱり。うまい。ごぼうまいよ、ね。いやごぼうからなんか出てるんかって思うぐらい美味しいよね。うまいよね。えもちろんあのこんにゃくはあの細いやつでしょ。いや私はねゴロっとしてるのが好きだし。本当ですか？はい。あの平たくカットしてるやつ。いやあのねごぼうはあのスプーンでこうザッザッってこうザッザってやるとこう麺が増えてその分味が染み込みやすい。 あじゃあない、そうですね。はいはい、それをやるのが好きなんですねあ。え、こんにゃくの話してるの、今。あれ。今 <laughs> こんにゃくの話してました。<laughs> 失礼。お前、じゃあ、興奮しすぎて、何の話していかわかんない今、何の話してました。<laughs> すいません。じゃ、教えてもらえますか。<laughs> ごぼうの話してたんですか。<laughs> 戻すの？あもうもう笑うとしてました？だからこんにゃくを細投げ方がいいよねって言ったらゴロゴロした方がいいって言ってあなんかこんにゃくの話してたんよって。そうだろう。これでスプーンで剥ぎ取ったらっていうのをいきなりそうがこうこぼらせました。違う違う違う。こんにゃく。私こんにゃくの話してた。おいおい。オッケー。あじゃスプーンで剥ぎ取るのこんにゃくを。あの板のこんにゃくをクックってやると。 あ、そうなんですね。いいですね。そういうの好きですよ、私。なんかさ。今度作ったら。やっぱさ、煮込むからさ、あの、ちっちゃく切っちゃうともうね、崩れちゃうもんね、スープ系はね。そうね。切った。切った。閉めようぜ。じゃ、っていうことで、今日は。失礼。はい。ということで、えっと、私たちのポッドキャストは。はい。アンカー。アマゾン。うん。ああ。グーグル。グーグル。 あとアップポッドキャストで僕でございますからみんな聞いてぜひ聞いてくださいねあとコメントもみんなありがとうねありがとうございますねありがとうございますねありいねがとうございますねがとうございますねがとうございますねありがますねあますねありすねありがとうございますねあーがとうございますねあり <laughs> ちょっと今よようううかなならずを買うべからず違うよね違うなね、うん、違うよね日本語は難しいね <laughs> 難しいね <laughs>